の、やっほー、あみです。りゆです。はい、はい、ということで今回はじゃーん、ユニクロと GU の購入品紹介をしたいと思います。イエーイ。春の新作盛りだくさんでした。本当に可愛かったので買ってきました。ね、あみたくさん買ってたね、うん、いや、おまけぐらいしか買ってない紹介していきたいと思います。それでは早速いくよ。パパちょっと声枯れてるはい、ということで GU の購入品を先に紹介したいと思います。はい、私はね、1個買いました。じゃーん、こちらのワンピースです。シャツワンピース、シャツ春っぽいね。これ膝丈ぐらいの長さの、あ、でも膝丈じゃないわ、これミユで XL で膝丈ぐらいだった。あ、だからワンピースとして着れるなと思って XL 買いました。はい、あ、かわいい。はい、こんな感じですね。めっちゃシンプルなブラウスだよね。うん、ミユはこれぐらいの長さなんで全然ワンピースとしても着れるかなっていう感じで買いました。かわいいね。うん、カーディガン羽織ってもかわいいと思うし、上からベストとか着ちゃっても可愛いかなって思います。この胸元にデザインあんのって使えるよね。うんうん、はい、こちらでした。じゃあ私が買ったのはこちらです。じゃーん、サロペットです。こんな感じの黒のサロペットですね。可愛い、めっちゃ可愛くて、これ普通のサロペットをダボダボしてるやつもあったんだけど、けどそっちじゃなくてアミはちょっとスリムタイプの方を買ったのね。なんかちょっと下もフレアっぽくなってない？ストレート？若干フレアっぽくなってんのかな。まあほぼストレートですね。こちらを買いました。着てみたいと思います。はい、着てきました。こんな感じの、ちょっと中にトレーナー着ちゃってるから若干モゴモゴしてるんだけど、こんな感じのサロペットです。すごい細身な感じでぴったりする感じですね。裾の長さはちょっと長めなんだけど、まあこれは折っちゃえば履けるかなっていうことで、本当はね、これね、ネット限定で XS サイズがあってそっちが良かったんだけど、すぐ欲しかったから店舗で買っちゃいました。サロペってさ、すごいカジュアルになるけどさ、ちょっとこうやってスリムなやつだとさ、そんなカジュアルになりすぎなくてよくない？うん、確かに。これはすごい、めっちゃおすすめ。シルエットもめっちゃ綺麗だよね。うん、で、あともう一個 GU で編みたかったのがじゃーん、バッグです。黒の、最近黒が好きだね。え、そうなの、そうなのね、本当に最近めちゃめちゃ網の中で黒が着てるので、黒のバッグを買ったんだけど、こちらはショルダーにもできてハンドバッグにもできる感じですね。めっちゃね、あのちっちゃく見えんじゃん、結構でも分厚さがあるのよ。確かに、このそう、だからめっちゃ入る。こういうカバンなんだね、ちっちゃく見えていっぱい入るって。なるほど、ね、ここの分厚さがあるといっぱい入るんだね。確かに、そう、めっちゃ可愛いなと思って。なんか黒い服最近よく着るから、あんまり差し色になりすぎちゃうとあれだなと思って、黒のカバンが欲しかったので買ってみました。めっちゃ可愛い。中にポケットはあります。中にポケット大事だよね。大事ね。こんな感じです。次はユニクロだそうなので私が買ったものからやります。これは去年のやつなのかな、すごく安くなってました。こちらじゃじゃん、あ、待って、エミ、これ半袖じゃん。おかしな人だと思われる確かにワンピースです。こちらワンピースなんですけど、なんと3900円が1900円になってました。半額ですね、ほぼ。まあ半袖の言い訳として、カーディガン羽織っちゃえば春から着れるし、うん、中に長袖を着てハイネックとかさ、あー、して、かわいい。これを上から着ると、うん、多分なんかすごいおしゃれな子に見えると思うんだよね。そういう気持ちで買いました。はい、着ました。こんな感じ。なんか色の方が可愛いかもね。確かにちょっと今例としてちょっと白を着てみたんですけど、ちょっとまあ普通に真っ白のワンピースに見えるなっていう感じ。うん、長さはこんな感じですね。これ L 着てます。サイズがなくて L になっちゃったんだけど、このチェックの感じがすごい可愛い。うん、あと後ろがね、こう絞れるようになってるんだけど、ちょっとこれはね
つダサいかなっていう気持ちになったよね。まあいらないかな。そう。だからちょっと切ってリボンにしちゃおうかなって思ってます、うん、これは春夏にめっちゃ活躍しそうなワンピースですね、うん、はい。じゃあ続いてアミのユニクロの購入品ですね。こちらじゃーん、ボーダーのトップスです。かわいい。こちらのボーダーのトップスはですね、この淡いピンクがめっちゃかわいいって思って買いました。で、ちょっとついでにもう一個次、こちらです。このめっちゃかわいい、めっちゃかわいいよね、ピンクのカーディガンなんですけど、もう本当にもう最近アミの中でピンクと黒がめっちゃ着てるんだよね。そう、それでなんかピンクのこのトップスとこの色合いがめっちゃ良くて、一緒に着たら可愛いんじゃないかなと思って買いました。あ、これに関してはね、 XL なの。これなんか、まあ、普通だったらアミたちの身長だったら S サイズでなんかいいのが多いじゃん、うん、けどなんかこのカーディガンは結構ちっちゃめだったので XL を買いました。 XL でもね、そんなに長すぎないんだよね。でも違うんだ、これはね、その着るために買ったんじゃないかな。ちょっと着てみます。買ったから巻くんでしょ。言わないんだよこんな感じです。え、めっちゃ可愛くない？どう？可愛い。色がね、本当にね、もうどっちもユニクロで買ったからっていうのもあるんだけどさ、めっちゃ合うんだよね。確かに。え、超可愛くない？セットで着てくださいって色して。え、だよね。いるいるだよ、こういう人。いいよ、いるいるになるよ。いるいる。いるいるでもどうやって可愛く着てるかだから、やっぱ下に合わせるもんね、そこは。そうね。さっきサイズ感ちょっと難しいかもって言ったんだけど、こうやって肩からかける分にはさ、全然さ、うん、何サイズでもいいと思うんだよね。そう、でもめっちゃ可愛いから本当にこれはおすすめかな。春っぽいって感じがしない？桜みたいでしょ？うん、確かに、うん、ありがとう。はい、って感じです。あ、そうだ、あともう一個あった。最後にこちら、じゃーん、なんて言うんだっけ、こういうの、バッグです。これはちっちゃいなんかポシェットみたいなバッグなんだけど、こういうのをさ、そんなに荷物がない時、いやもうその辺行く時だよね、使うのは、うん、その辺行く時にさ、かけてんの可愛くない？だからめっちゃ便利だなと思って買いました。え、こうなんかここさ、ポケットついてんのめっちゃデザイン的にも可愛いし、うん、めっちゃ好き、そういうの。携帯もスポッて入るし、めっちゃいいなと思います。で、長さはね、ここで1回結んであるんだけど、ここ2回目結んでるのは自分で結んで、ここで長さ調節してます。はい、って感じですね。はいはい、ということでアミとミユのユニクロ GU 春の購入品紹介でした。はい、ということで、ちょっとでもね、ミユちょっと少なかったんだけど、ちょっとでも GU ユニクロのお買い物の参考になれば嬉しいです。はい、ということで、ちょっとでも可愛いなって思ってくれた方は高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上アミとミュウでした。バイバーイ。